生体内では栄養素を分解してエネルギーを産生したり、体成分を合成し、またそれを分解するのに様々な化学反応が行われます。この化学反応を早くスムーズに進める触媒として働くのが酵素です。酵素の果たす役割について、物質 A2 と B2 から物質 AB を生成する反応を例に見ていきましょう。これらの物質は常温常圧下で安定した状態にあるものとします。一般に化学反応を進めるには温度を上げたり圧力を高めるなど外部からエネルギーを加える必要があります。エネルギーが付加されることで A2 と B2 の分子運動は活発になり、分子同士が衝突、つまり化学反応を起こしやすくなります。その過程で A2 と B2 は最もエネルギーの高い状態、つまり遷移状態となります。この遷移状態を経て初めて AB が生成されます。遷移状態になるのに必要なエネルギーは活性化エネルギーと呼ばれます。酵素は反応する物質と結合して活性化エネルギーを小さくする役割を果たします。これにより高温高圧ではない生体内の温和な環境でも容易に反応を進めることができるのです。